説露は、木義高太郎の長編推理小説。1937年1月から6月にかけて放置新聞に連載された。木義高太郎の最初の新聞小説。作品連載の前年の夏、時事新報からの連載の話があった際に、作者が長官でなければ承知しないということでさたやみになったが、この作品に関しては、 新聞小説に探偵小説を採用したことに満足し、ただし毎日読者をケレンミで引いてゆくことは不可能という条件で連載を承知してもらったという経緯がある。連載開始の言葉として作者は以下のような言葉を掲げている。これは探偵小説でありますから、まず謎があり、それが論理的にだんだんに解けてゆく興味を中心としたので、 あることは言うまでもありません。しかし、そればかりではありません。この小説の底には、人間的の大海が横たわっています。探偵小説的には、人間的大海などというものはいらぬという人があるかもしれません。しかし、謎を解くということが、すでに真実を知らんとする人間的の大海から来て、いるのに、何の疑いがありましょう。女性の真実を知らんとするのは、 男性の大海であり、男性の真実を知らんとするのは、女性の大海に違いないでしょう。この小説の半分を読むと、女性を侮辱し、女性を軽蔑し、女性の悪口をばかり言う小説のように取れるかも、しれません。女性の読者はさぞ怒るでしょう。しかし、そこで怒ってしまわないで、終わりまで読んでください。ついにその悪口が女性を尊び、 女性をあがめるゆえんであることが明らかとなるでしょう。かくて、おり、足という言葉の象徴する意味も初めて溶けてくるでしょう。作者は、この意味において、一般の探偵小説を好きな人々には、もちろんのこと、広く女性の読者に読んでもらいたいのです。いや、女性のみではありません。およそ女性に関心を持つ、一切の男性に読んでもらいたいのですだが、その後、年末に解雇して、 新聞小説としては失敗だった。なぜなら、探偵小説であったからで、決して悪い出来ではないが、自身が年来主張し、少しずつ実践に移していこうと考えて励みつつある。理想には達していない。とも述べている。陶儀よもの助は、ある時、知人の死が博士の紹介状を携えた、福山道子という夫人の訪問を受けた。陶儀は、過去に、 興味半分で二十三の事件に関与したことがあり、偶然にも推理が的中したという経歴を持つ、高等ユーであり、美智子はそのことから、討議の名を知った、という。美智子は主人である福山氏の結婚後の性格の変貌を不気味に感じ、自分が子妻として嫁ぐ前に発生した、過去の州都と前妻の変死事件を不審に思い、討議に調査を依頼しに来たのであった。志賀博士より、 当時の事情を聞いた陶義は、かねてよりの宿願であった、私立探偵事務所の解説を行い、最初の事件として、調査に当たることにした。陶義には、結婚以前にかつて愛した女がいた。その女、長瀬節子は、竹の嫁になった後も、陶義との関係を続け、連絡を取り合っていた。その関係を清算するかのように、彼は、今の妻と結婚し、娘を設けていた。 彼が探偵事務所を開設してからほどなく、雪子の突起先である長瀬家の当主が殺されたという知らせがあった。事件に関与した討議は、福山家の事件と長瀬家の事件との関連性に気づき、ある推論を立てる。事件はそれで解決したかに思えたが、真相は彼の想像を超えるものであった。ありがとうございます。